日本のデニムっていうのは今はすごく岡山とかが有名で世界からも注目されてると思うんですけども、日本で作ったらヴィンテージができるっていうような環境ではその当時は全然なくて、日本で作ろうと思ってもやっぱり当時の50年以上前の要は作り方っていうのはやっぱそれをこう例えばこういうステッチを作るするのにこういうマシンがいるし、こういうコットンの糸を作るのに、だからまずブロークした機械が潰れたらその要は部品なんか売ってないんだから、洋服を作ってるのかアートを作ってるのかってこれ戦いなんです。満足、常に満足しないことを心がけているので、こうジーンズは色落ちて初めてこうかっこよさが出るんですよ。他のパンツは色落ちしたら安っぽくなっちゃうんだけど、ジーンズはね色落ちするとかっこよくなる。全然コンペティターっていうよりももうやっぱりこう作れなかったっていう、まあ、工場さんもまあ何社かが言ってくれたらじゃあ作ろうかってことになるんで、やっぱそこはみんな同じ方向を向いて、デニムに変わる次のっていうのは僕は多分あまりないような気がします。